年、2022年の5月になります。今はご夫婦2人で暮らしていらっしゃる形ですか？はい、今は、夫婦2人で暮らしてまして、はいはい、犬が1匹います。はい、はい、では移住のきっかけを教えていただけますか？はい、関東方面で、勤めている会社の方で、まあ、コロナ禍もありテレワークを推進するという方針が会社の方で決まりまして、国内であればどこに住んでいても構わないというのが会社の方でルールができまして、まあ、それを機に妻の地元であるこの浜松市の方への移住を考え始めました。浜松を移住先にしようと考えた決め手はその奥様 の, 地元だったからということでしょうか？はい、それ以外に何かありましたら。はい、一番の決め手はやはり妻 の, 両親含めて親族が浜松にいるということが一番大きな理由なんですけれども、それ以外にも、まあ、こちらに引っ越してくる前にも何とか、こちら来てまして、まあ、車を中心としたこう移動というのが私のすごくこう理想とする生活でしたので、まあ、それにも非常にマッチしていて、そこも私個人として非常に魅力に感じていたポイントです。車を中心としたこう暮らしが、はい、理想だったというか、はい、まあ、こう車を運転したりするのが好きという。そうですね、はい。奥さん の, そのご実家の方々ですとか親戚の方々の反応というのはどのような感じですか？そうですね、本当にいいのっていうような感じで、はい、まあ、なんて言うんでしょう、こう、まあ、とは言っても妻には浜松を離れてしばらくの間東京に、はい、来てもらっていましたし、はい、まあ、家族がいるのはお互いのことなので、お互いにいることなので、はい、まあ、そこは最初は本当にいいのというような反応でしたけれども、温かく迎え入れてもらってます。移住の前と後で変わったことをお伺いしたいんですが、はい、生活面ですとか仕事面でこう分けていくとどういう感じですか？そうですね、生活の方ではやはり車が非常に使いやすくなったので、日常の買い物から少しちょっと出かけるっていうところで、こうあまり渋滞のストレスなく暮らせているっていうのが非常に何て言うんですかね、こう解放されたような気持ちになっています。で、仕事の方はですね、まあ、もともと東京にいる間も最初テレワーク、途中からテレワークになっていたところもあって、そこまで大きな変化はないんですけれども、まあ、例えば大阪に出張があるとかといった場合はむしろ東京よりも利便性が高いというところもあって、まあ、そういったところはむしろこちらに来てからの方が良くなった点です。東京に仕事でいらっしゃるということもありますか？もあります。はい、そういった時の距離的なこう、はい、遠いなと思ったりとかは、そうですね、まあ、浜松駅から東京駅まで約1時間半ぐらいで新幹線で着きますので、はいはい、ドアツードアで考えると、はい、そこまで東京に住んでいた時と通勤時間は大幅に変わるっていうような、はい、印象ではないんです。今はこうテレワークで、はい、もう完全にこう普段はこちらにずっといらっしゃるんですか？週に何回か東京に行ったりっていうこともなく、はい、そうですね、平均すると大体月1回ぐらい東京か大阪に出張に行くことがあるんですけれども、はい、全く行かない月もありますし、そこまで頻繁にではないです。今そこまで不便には感じていない？そうですね、はい。南区で今暮らしていらっしゃいますか？はい、南区の生活の印象ってどのような？そうですね、例えばスーパーだったりドラッグストアであったりとか、そういった日常の買い物には何も困っていませんし、はいはい、
まあ、ちょっとしたこうチェーン系のレストランとかっていうのもあるので、こう非常に困ってるってことは何もないですね。東京からの移住ということで、はい。何かギャップを感じたことっていうのはありましたか？そうですね。まあ、ちょっと車の話ばかりになってしまうんですけれども、例えば、運転がこう得意でない方とかも、やはり車で移動されるのがメインになると思いますし、まあ、高齢の方も運転されている方たくさんいらっしゃると思うので、こう東京に比べるとこう少しこう気持ちに余裕を持って運転する必要があるなと。移住して良かったこと、ちょっと重複するかもしれないですけど、教えていただいてよろしいですか？まあ、今住んでいるところが、まあ、南区ということもあるのかもしれないんですけれども、部屋の窓から見える景色というのが、こう田園風景がこう広がっていたりとかというようなところに今住んでまして、こう、まあ、仕事の合間でふとこう窓から外を見た時に、隣の家の壁がすぐ見えるんではなくて、こう開けた景色で空も広く見えて、こう簡単にこうリフレッシュできるっていうところが良かった点だと思ってます。仕事もはかどりますか、結構。そうですね。ちょっと外に出るだけでもやっぱり違ったりします。仕事に集中できる環境が逆に得られている環境だったりするでしょうか。そうですね。担当していただいた方、非常に親身に相談に乗っていただいて、まあ、その予算のあと残りどれぐらいあるとかですね、もしくはなくなってしまっても、その後追加の予算が出たらすぐご連絡いただいたりとか、非常に親密に相談に乗っていただいたり、ご連絡いただいたりしていて、まあ、実際にそういう支援いただけたことも、非常にこう移住するきっかけとして、こう最後に決断するときに大きく後押ししていただいたっていうのもありますし、担当していただく方にも、なんて言うんでしょう、非常にこう温かい対応していただいて、こう嬉しい気持ちでした。お金のこともそうですけど、そうだし、お金だけじゃなく、そういう心のそうで余裕すのね。温かさみたいなのを感じたってことですか。相談の条件を見ると、相談も、移住相談を3回以上行うというところが、条件になってますけれども、どのような相談をされましたか？まずは制度のその仕組みであったりとかのご説明をしていただいたっていうところと、あとはその条件について、私自身がそれに該当するのかどうかっていうところのご相談させていただいて、あとは申請するときのその書類がどういった書類が必要だとか、まあ、そういったことについて相談させてもらってました。全く何も不自由なく生活してまして、なんて言うんでしょう、東京と何か違うかというと、その暮らしの利便性は何も変わらないという印象です。ただ逆にその、やはり普段からの見える景色というのはやはり違って、逆にもっとなんて言うんでしょう、人口の少ないところに住んでた経験もあるんですけれども、そこほどやはり田舎ではなくて、でも東京ほどのこうなんて言うんでしょう、人混みとか都会でもなくて、そのちょうどいい中間的な印象を持っていて、例えば、まあ、歩いていても車乗っててもそうなんですけれども、こう例えば東京でこう車を走らせていると、街中という街中ではないのに、こうビル道路沿いのビルが非常に高さがあって、こう空がもう
ほとんど見えないっていうような景色の中で、はい、暮らしていたところが、はい、例えば2階建て3階建てぐらいの高さの建物の中に道路が通っているというようなところが比較的多いので、はい、こうすごく開放感があって、はい、いいなと感じます、はい、そうですね、こう本当に田舎暮らしをしたいというふうにこう考えている方には、はい、こうある意味向かないかもしれないですね。ちょっと否定から入ってしまってあれなんですけど、ただ逆にそのある程度の利便性もあってこう自分が年を取ってからも長く暮らしていきやすい、まあ、そういう街であるというふうに感じてまして、若いうちは自由に自分で移動もできてこうある程度の田舎暮らしで自分でこういろんなことができていいかもしれないんですけど、長く暮らしていこうと思ったら都会すぎず田舎すぎずむしろ都会寄りなのかもしれないんですが、まあ、静岡市で一番人口も多いと思いますので、はい、静岡県の中で一番人口も多いので全く田舎ではないんですけれども、ただやっぱり東京とは違う開放感があって、少し行くと自然もあって、そういう、こう非常にこうハイブリッドな感じで、こうあまりこう田舎すぎずっていうところが一番の特徴に私は感じているので、はい、そういうところにこう共感される方っていうのは非常に移住先の候補として、はい、いいところなんではないかなというふうに感じます。はい、ありがとうございます。はい